神様への道は全くありません。神の怒りはあなたの上にあります。あなたの上に拾われました。十字架にかかって死んでよみがえられた。イエス・キリストに希望があります。アメン。この秋葉原に歩いて希望がありますか。アニメの偽物の姿であります。皆さん本物を知らない。圭介君は AKB に2000万吸い込んで頑張ってやったとはやっと分かった。 AKB と手を握手したって何年もない。儲かるのは AKB の彼女たち元の秋元康であります。秋元康は女の子にお騙して男から彼を巻き上げてる汚い男です。秋元康いらない。出て行け秋元康、日本にいらない。出て行け。ハレルヤ。このイエス・キリストに希望があります。皆さん騙されております。アニメの中に本物はない。偽物であります。君の名で全然前世と言ったそんなものはない。死んだらイエス・キリストじゃなければ地獄であります。ハレルヤ。ここに希望があります。オーリー・ジーザークライス救いはかかります。悪魔を打ち砕きます。空中の権威の支配者をイエスと名によってイエスの力によって打ち砕きます。このアニメの力を砕きます。イエス様の血によってイエス様の権威によってこの神の御言葉の剣によってこの悪魔の仕業を打ち砕きます。悪魔を砕きます。イエスの名によってイエス様の血の真理です。天国と地獄はアニメではない。アレルヤ。全ての王相、悪魔の王相、イエスの真理によって攻撃します。イエスの名によってアメン。イエス様だけです。悪事して精を払ってる情けない男たち、目を覚ませ。イケメンはモテる。だから女から金を負けることができる。新宿ではホストが女から金を巻き上げてる。ここは秋元康に皆さんが金を渡すのと同じあります。秋元康いらない。お前はいらないのに。くだらない女のクラブとか AKB とか乃木坂とかそんなものいらない。アメン。握手と誠意の価値があるのかないです。そんなもんレコード誠意いらない。そんなもん何枚も誠意貼って CD 買ってはまらせて、そんなにアイドルと握手したいのか意味ない。